宮崎県の北西部、県内屈指の神話のスポット高千穂町。その中心部に串古の峰と呼ばれる小高い丘があります。ここは天孫二荷の命が天上界高間ヶ原から降り立った場所とされています。この丘に鎮座するのが串古神社です。二荷の命は天皇家の祖神であるとされる天照大神の命を受け、三種の神器と稲穂を携えてこの地に降り立ちました。古事記には筑紫の氷無下の高千穂の串古竹に阿守りましきと記されており、この串古の峰が天孫降臨の地とされています。古くは串古の峰全体を御神体としていましたが、元禄7年1694年に社殿が建立され、以来二荷の命をはじめとする国譲りの神様をお祭りし、地域の人に守られてきました。本殿から少し離れて参道を進んだところには高間ヶ原妖拝所があります。二荷の命の降臨後、多くの神々が高間ヶ原を妖拝された場所です。高間ヶ原の妖拝所からさらに進むと塩王子ヶ峰にたどり着きます。二荷の命のひ孫で初代天皇となった神武天皇ら四兄弟の神の誕生の地と伝えられ、聖域となっています。串古神社から5分ほど離れたところには天の真内と呼ばれる泉があります。二荷の命が串古の峰に降臨した際、地上に水がなかったので二荷の命に随行していた雨の村雲の命が再び高間ヶ原に登り、水の種を持ってきてここに移したと伝えられています。串古神社では毎年10月に例大祭が開かれ、御神体を乗せた神輿が山を下り、高千穂の中心部を練り歩きます。また天孫降臨の際、竹三日槌の命と立見方の命が力比べを行ったことが相撲のルーツであるとされていて、大祭では相撲が奉納されます。二荷の命が初めて地上に降り立った地、串古神社。パワースポットとして多くの人の信仰を集めています。宮崎県北部の延岡市、その中心部にそびえるのが標高251メートルの愛宕山です。頂上の展望台からは延岡市街地が一望できます。愛宕山は天孫二荷の命と木の花咲夜姫が出会い結婚した地とされています。二荷の命は高間ヶ原から高千穂の串古の峰に降り立った後、地上に稲作を広め、争いを鎮めながらここ愛宕山にたどり着きました。愛宕山には笠佐の岬の碑が建てられています。愛宕山は周辺の地域に貝塚が多いことなどから、古代は海に突き出た半島だったと考えられていて、かつては笠佐の岬や笠佐山と呼ばれていました。日本書紀には二荷の命が住むために適した場所を探して、あがたの長屋の笠佐の岬に至ると記されています。長屋とは長い屋根のような地形、すなわち半島を指すものと考えられています。そのため愛宕山がその笠佐の岬にあたるのではないかと言われているのです。笠佐の岬で出会い結婚した二人、その後木の花咲夜姫は妊娠しますが、二荷の命は
一夜のちぎりで妊娠するはずがない、私の子ではあるまいと疑います。この花咲夜姫は産屋に火をつけて産みます。神の子であれば無事でしょうと言い、燃え盛る産屋の中で、ほでりの御事、ほっせりの御事、ほうりの御事の御柱を無事に出産したと伝えられています。延岡市には火をつけて産んだ場所、氷の、ほうりの御事の産湯として使われた氷川といった地名も残されています。愛宕山には二人が結婚したという神話にちなんで二人のモニュメントが設置されています。訪れる人はこのモニュメントに鍵をかけ、永遠の愛を誓います。遥か昔から聖なる山として崇められてきた愛宕山は、多くのカップルの出会いの聖地としても親しまれています。宮崎県日向市、日向灘に面し耳川の河口に位置する耳津は、初代天皇である神武天皇ゆかりの地です。日向の国高千穂宮で生まれ育った神武山と岩れ彦の御事、後の神武天皇は天照大神の子孫で、天孫二荷の御事のひ孫山幸彦こと氷の御事の孫にあたります。神武山と岩れ彦の御事は、ここ耳津から船で旅立ち、大和で国を開き、初代天皇となりました。耳津にある立岩神社は、その名の通り柱状節理の立岩に囲まれた神社です。神武天皇はお船出にあたり、ここで航海の安全を祈願されたと伝えられています。境内にはお船出の際に座ったとされるおこしかけ岩も残されています。神武天皇はお船出のために耳川河口周辺に多くの軍勢を集結させていましたが、風向きが変わり急遽出藩を一日早めることにしました。急な出発に慌てた里の人は、起きよう起きようと言って声をかけて家々を回り、出発の準備をしたと言われています。この伝説にちなみ、毎年旧暦の8月1日八朔の日の早朝、お清祭りが行われます。子供たちがお清お清と町の家々の戸を叩いて回る祭りです。早まったお船出に間に合わせようと、急いで米粉と小豆を蒸したものをつき混ぜて作り、神武天皇に持たせたのが耳津伝統の月入れ餅です。またお船出の際、里の人が神武天皇の衣がほころびているのに気づき、立ったまま服を縫ったという伝承から、耳津には立ち縫いという地名が残っています。神武天皇は耳津を後にし、耳川河口の沖合に浮かぶ岩礁の間を通り抜けて大和に向かったと言われています。耳津に二度と帰ってこなかった神武天皇の故事に倣い、今も耳津港から漁に出る際は岩礁の間を通らないのだそうです。神武天皇のお船出の地耳津、この伝説は今でも人々の暮らしの中に息づいています。